北海道日本ハム4番杉ノールなら優勝できる説を検証。北海道日本ハム杉谷健士、2008年のドラフト会議6位指名でプロ入りを果たすと、非常に明るい性格を生かし、ヒットやホームランではなく笑いを量産。球界ではいじられキャラとしてのポジションを確立し、 OB の宮本勉につけられたあだ名はうるさ杉谷。さらにシーズンオフはバラエティ番組に出演し、毎年のようにお茶の間にヒットやホームランではなく笑いを届ける野球が得意なスーパーコメディアンである。しかしそんな若手芸人杉谷健士が2019年になってとんでもないことをしでかした。5月23日楽天との一戦でなんと2打席連続のアーチ。さらに彼はスイッチヒッターであるため、右打席左打席の両方でホームランを放つという NPP 史上19人目となる左右両打席本塁打を記録したのである。ちなみに日本ハムでは2007年のセギノール以来の記録であり、お立ち台でも今日から僕はスギノールとして頑張っていきたいなと思いますと高らかに宣言をしてみせた。ではもし本人の言うようにスギノールがファイターズに爆誕してくれれば、ファイターズの課題である長打力の強化はもちろん優勝も可能なのでは。というわけで早速実況パワフルプロ野球を使い検証。杉谷健士とフェルナンド・セギノールの良い部分を合体させた新たな戦士ケルナンド・スギノールがここに爆誕。ユーティリティに守れるパワーヒッターである。あと笑いも取れます。そしてスギノールをファイターズの4番として起用。中田翔は怒りそうな気もするが、杉谷の後ろ5番として控えてもらう。そんなわけで準備も完了。早速スギノールの活躍を見るためオリックスとの開幕戦を観戦してみよう。まずは第1打席、いきなりチャンスで迎えた打席であったがライトフライに倒れる。続いて第2打席、これまたチャンスで迎えた打席だったが今度はセンター前へヒット、タイムリーとはならず。お次は第3打席、進塁打にはなるものの結果はセカンドゴロ。そして第4打席、カウント 2-2 からファールチップがグラブに収まり空振り三振。試合も終盤に逆転を許し、結局ファイターズは4対2で敗戦。結果杉ノールは4打数1安打と思うような活躍はできなかった。ノーヒットでもなくお笑いとしても中途半端である。果たしてこんな調子で本当に日本ハムは優勝することはできたのか。優勝しやがった。シーズン中盤までホークスとのデッドヒートを繰り広げるも、終盤にファイターズが争いから抜け出し見事優勝。というわけでこの時点で説は1勝。ちなみに野手成績を見てみると、打率、得点、安打、本塁打の部門でファイターズがトップ。打線強化にも見事成功した。そして気になるスギノールの成績はというと、打率3割2分7厘、ホームラン46本、136打点と本家セギノールも驚きの好成績。スギノールやばすぎる。また3番の近藤も打率3割4分6厘、102打点、5番の中田も打率3割114打点と、近藤、杉ノール、中田で3割100打点クリーンナップが結成されていた。タイトルも杉ノールを含めファイターズ勢がずらり。月間 MVP も杉ノールだらけ。当然オールスターにも二塁手部門で1位選出されるなど大人気の杉ノールだった。ちなみにしっかりと両打席本塁打も記録していた。さすが杉ノール様である。ということで無事にハムの優勝でシーズンオフとなったわけだが、杉ノールにはまだ一仕事残っていた。そう、いつもあれである。ということで石橋ジャパンの一員として今年も招集。対戦相手は近年番組に出演してくれた現役プロ野球選手たちを用意。果たして杉ノールを擁した石橋ジャパンは現役プロ野球選手軍団に勝利し、
良いお正月を迎えることができるのか。
というわけで、シーズン中だけじゃなく企画でも打ってください。俺たちを邪魔する、アンチ笑わせにくい、その気持ちを抑えて伸ばせ俺の動画。